ていただきます、はい、先ほど慰霊碑前交差点においてレンズカバー、タムロン製のレンズカバーが一つ、お預かりしております。それとですね、もう一点 PX の床屋側の出入り口と駐車場の間にですね、1000円が落ちていたということで、これはどちらともあちらの拾得物のお預かり場所に置いてありますので、お心当たりのある方はお預かり所までお越しください、はい、よろしくお願いいたします。お願いします、はい、続いてはですね、私たちの所属する中央音楽隊の演奏をお聴きいただきたいと思います。セッティングに少々お時間がかかりますので、ここで、今日のメンバーで中央音楽隊のボーカリストを担当しております松永師匠に少しインタビューしてみたいと思います。松永師匠、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。普通ですね、中央音楽隊、私たちが演奏するときって、まあ、大体5、60人くらいで、はい、演奏になると思います。今日はちょっと少人数の感じで演奏されるとお聞きしたんですけど、はい、普段の吹奏楽編成とはちょっと異なって、ポップスやジャズなどを行う演奏形態で来ました。ビッグバンドとはもうちょっと小さくて、はい、コンボ言われる、コンボ編成、編成ですかね、はい、はいはい、どういう楽器が使われてるんですか。そうですね、まず奥からパーカッション、はいはい、ですよ、パーカッションに、はい、ベース、ギター、はいはい、アプリがある感じですか、はい、その伴奏が流れるかな、はい、そうです。そうなんですね、やっぱ時代はちょっと進んでますね、はい、私の時の頃はちょっと携帯がやっと出てきた頃だったんで、あ、そうなんですね。松永師匠、歌の方はなんかポップスとか練習されてたんですか。大学の時はクラシック専門でやってたので、入隊してから少しずつ勉強しているところです。ああ、なるほど、はい、ああ、そうなんです。これじゃあ今日は練習の成果を存分に発揮していただいて、はい、したらいいですか。あ、いえいえいえ、じゃあ大体スタンバイの方よろしいでしょうかね。 OK ですか。マイクの方のセッティングよろしいでしょうか。